赤レンガサマージャズは、京都府舞鶴市の赤レンガ倉庫群にて、プロアマのジャズ演奏が行われる、舞鶴の夏を飾る、一大イベント。赤レンガの街、舞鶴を全国にアピールするため、1991年から始まった赤レンガサマージャズイン舞鶴が、2010年をもって終了したため、その流れを引き継いで始まる。赤レンガサマージャズイン舞鶴が、第20回で、 一旦の区切りとして、これまでのライブイベントを中止すると主催者発表が出た際、市内外からせっかく定着したのに残念との声が多く上がり、それまでスタッフとして参加していた人たちで小規模ながらも存続させていこうと赤レンガサマージャズインマイズルとして2011年9月4日にライブイベントを行うことが発表される。以来、 毎年一回夏に行うというスタンスは継続しながら内容的には地元周辺ミュージシャンを多く登用し料金も抑えて気軽に見に来やすい形となる。また第2回では手作り紙やウェディングフェアなど大イベントとの融合を図る。この時から周辺イベントも含めた全体を赤レンガサマーと呼ぶようになる。2013年には赤レンガ倉庫群が 赤レンガパークとして整備されたこともあり、赤レンガサマージャズプラス2013という名称で8月4日に開催される。また、イベントのテーマが設定されるようになる。2014年には、舞鶴出身で日本のファンク系ドラマーとしてトップアーティストと共演している、岸田博志男が参加。サマージャズとなってからは最大の集客数を記録する。 2018年8月5日、赤レンガサマージャズプラス2018を開催。この年は赤レンガサマープラス2018というコンセプトで、前日の8月4日には赤レンガ像と、潤いアバウトミュージックナイトというライブを観光。こちらは、ジャズ、ブルースなどのライブと、地酒や地元の料理を楽しむという企画であった。2020年は10周年ということもあり。 代々的なイベントを企画していたが、コロナ禍により開催自体が危ぶまれる。しかし、このまま自粛していては、地方の音楽シーンが壊滅する、という思いから、ライブハウス業界による感染拡大防止指針にのっとり、検温、消毒、換気、会場席数の半減など対策をとり、8月23日に開催。2011年9月4日、 開催テーマ赤レンガに、ジャズの明かりを絶やすな。2011年8月5日、開催テーマ生活に思って帰ろう。2013年8月4日、開催テーマ女子力ジャズ2014年8月24日、開催テーマフライアウトオブマイズル。2015年8月23日、開催テーマ地域と世代のフュージョン2016年7月24日。 開催テーマサックスザブリック2017年8月6日開催テーマ123,4562018年8月5日開催テーマダンスウィンギン2019年9月7日開催テーマビューティフルハーモニー2020年8月23日開催テーマサンキューフォーエブリシングありがとうございます